脇の風を切って動き始めるほど乾いた胸が癒す何かを求めてる。傷つくのが怖くて夢からも逃げていた。辛くてもいい生きてることを今すぐ始めよう。 Fighting chance ささやかでも明日を信じてゆける。僕らだけがこの時代の未来を変えられるなら。これが弾劾用の新兵器、超高熱線ストリームブラスター。これならエクセプションの表皮強化装甲ごと焼き払うことが可能よ。あのさ、私の際分回したのは何だったの？当然あなたたちにかかる肉体的精神的負担はこれまで以上に大きくなるわ。使わないで済むならそれに越したことはないのよ。はいはい、そうでしょうけどね。他に質問は？なければ引き続き発射システムの説明に移るけど。じゃあ始めるわね。負担が大きく。まずモニターのこの部分、ここを見てちょうだい。兄さん、嵐になるか。あの日の海も荒れていたな。惨憺たるものだ。だが真の変革は混乱と破壊の中から生まれる。そうではないか、与那嶺君。加藤主任、一瞬にして数千の命を飲み込んだ謎の高エネルギー反応ゾクゾクする話じゃないか。願わくばこれが我らの行くべき未来を指し示す道しるべであってほしいものだが。残留放射線値、放射能値ともに問題ない数値を示しています。よし、これより本体による爆心地の調査を開始する。
社長、医療班から式谷宮に関する報告書が届いております。目覚めたのか。は？それは目覚めたのかと聞いておる。単なる経過報告など聞く必要はない。明らかに地球外のテクノロジーで作られたメカニック。ただ一人の生存者、そして謎の女、全てはあの事件を解く鍵につながっている。あの日新宿に現れた巨獣と白い巨人、その正体と目的を解明すべく作られた我ら未来創生機関アバルだが、必ずその謎を解き明かしてみせる。必ず。何が閉鎖案の真偽だ、何が不毛なる浪費だ、祭壇の連中に何が分かるというのだ。要はきっかけなのだ。必要な条件は全て揃っている。ほんの少し力を加えれば歯車は動き出す。それがなぜ分からんのだ、バカ者どもが。私だ。何？分かった、すぐ行く。社長、医療班から式谷宮の意識が戻ったとの報告が。戻っただと？そんな時間か。行こうか。あなたは少しも変わらない。私も同じ年ぐらいだったはずなのにね。不思議ね。この17年間あなたと同じ時を共有していたのに、初めて会ったあの時からずっと。あなたは誰？永遠とも思える時間の中で、私と彼女の対話が始まった。彼女の知識、記憶、感情、全てが私に流れ込んできた。外宇宙の果て、宇宙海賊バンカーが超兵器の開発に成功した。不滅の金属細胞バイオメタル、パイロットの精神と同調、無限のパワーを発揮する超兵器弾劾王だが、弾劾王を操るためには超能力を持つ者が必要であった。ミア・アリスはそのために選ばれたメンバーの一人であり、このカプセルは弾劾王の中枢部の残骸だったのだ。だがミアたちは破壊兵器としての運命を拒絶、バンカーを倒すべく立ち上がった。長く激しい戦いの末、弾劾王は大破。彼女たちは意識を失い、宇宙の闇に消えた。そして遥かなる時空の旅の果てに、ミアはふるさとへ、地球へと帰ってきた。この星にいつか来る未曾有の危機を誰かに伝えるために。後に分かったことだが、私はテレパシストとしての強い資質があったらしい。
その能力がミアとの接触によって覚醒、精神的な同調を果たした。そして事態は動き始めた。私を介して伝えられるミアの記憶と情報を足がかりに。でも私は。はい、副司令、発射シミュレーションの準備が完了しました。わかった、すぐ行くわ。コンディション提示60へ低下、衝撃波動率 4.03% オーバー。フィードバックレベルを FX40 から GX20 へ。ちょっと手が離せないの。できれば手短にね。あの、聞きたいことがあるんです。君のストリームブラスターの照射テストのデータなら今解析中よ。多分問題ないと思うけど。僕のことじゃないんです。ん？三塩さん大丈夫なんですか？どういう意味？彼女の体ただでさえ負担かかってるじゃないですか。その上新兵器なんて危険すぎます。下ろすべきだっていうの？僕はそう思います。彼女を下ろしてどうすればいい？あなたと千堂さん二人で戦う？それは。他のパイロットを乗せる？パイロット候補生は何人も揃っているけど、君たち三人ほどの素質を持った者は誰もいない。死の危険は遥かに高くなるのよ。でも私たちは神様じゃない。 100% の保証なんて誰にもできない。だからその都度ベストの選択をしていくしかないの。わかるでしょ？確かに命を捨てることは美徳じゃない。でも皆それぞれ戦う意味と決意を持ってここに来ていることを忘れないで。話はそれだけ？はい、お手数取らせてすいませんでした。失礼します。心身ともに彼のグラフが最も安定しているわ。彼のリミッター再検討の必要があるわね。そういえば彼さっきここに来たわよ。天海君が？三塩さんのことを心配していたわ。このまま乗せ続けていいのかって。そう、彼のあんな態度初めて見たわ。彼はよく知っているのよ、私たちのやっていることの危うさをね。返せ返せ、兄さんを返せ。今更何しに来た？兄さんを返せ！くそ！何なんだよ！何しに来たんだよ！くそ！人殺し！すみません。彼、空也君は？ご両親が別室で休ませている。今は少し落ち着いているそうだ。無理もない。我々は彼らから大切な人を取り上げたのだから。少し私に時間をいただけませんか？ん？彼と話がしたいんです。ごめんなさい、無理を聞いてもらって。でもどうしてもあなたと話がしたかったの。確かにあなたからお兄さんを奪ってしまったのは私たちよ。どう詫びても済むことじゃないわ。でも何がでもだ。え？何度も聞かされたよ。世界平和のためだろ、命を守るためだろ。だから兄さんは死んでもいいっていうのか？他人のために死ななきゃいけないのかよ。空也君、死んだのは僕の兄さんだ。僕は止めたんだ。なのにお前らがあんなものに乗せて僕の兄さんを殺したんだ。お前なんかにわかるもんか。
わかるわ。嘘だ！私もね、あの人を殺そうとしたの。私の家、そこにあったのよ。家？両親と私の三人家族、山のようなローンを抱えて、父さん必死だったわ。あそこがゲーセンで、あっちがブティック。何もないしょぼい町でね、友達と一緒にいつもブータれてた。早くこんなとこ出て東京行ってやるってずっと思ってた。ここがバス停。いつもギリギリに家を出てバス停まで走って行ったわ。親にブチブチ小言言われながら、でも絶対時間を変えなかった。なぜだと思う？運が良ければ憧れてた先輩と会えたのよ。でももうどこにもいない。家族も友達も先輩も、好きなものも嫌いなものも全部消えたわ。断崖洋が、正確に言うとその原型が降りてきたせいでね、生き残ったのは私一人。私の仇も同然なのよ、断崖洋は。仇？でもね、私の力が必要になったあの人に、アバルダのスタッフとしての参加を頼まれたの。もちろん最初は協力するつもりなんか全然なかった。ただ痛みと悲しみを他人に当たり散らすしかなかった。でもあの人は私の病室に来るのをやめなかった。私に何度も頭を下げ協力を求めた。で、ぶち切れてとうとうね。それでもあの人は言ったわ。これはこの星の全ての命に関わる問題だ。目を背け、耳を塞ぐことはできても逃げることはできない。君を、君たちを、誰かの大切な人たちを守るために、誰かが、意志と力を持つ誰かがやらなければならないことだ。でなければ君の痛み、君の苦しみをもっとたくさんの人が味わうことになる。誰かの大切な人の命のために、失われた命の意味をなくしてしまわないために。嘘だ、嘘だ、そんなのわからない、そんなもの。その時は想像もしてなかったわ、彼が断崖洋のパイロットに志願してくるなんて。彼は予想以上の働きをしてくれているわ。でも時々思うの。何を？彼は桁外れの集中力の代償に何かを押し殺してるんじゃないかって。そうね、一度彼とじっくり話してみなきゃね。確かに命を捨てることは美徳じゃない。でも皆それぞれ戦う意味と決意を持ってここに来ていることを忘れないで。意味と決意、やっぱり僕にはわからない。納得なんかできない。でも自分より大事なものってあるか？でなければ君の痛み、君の苦しみをもっとたくさんの人が味わうことになる。僕もわかるのかな。兄さんと同じ場所に立てば、兄さんが何を信じて何を求めていたのかわかるのかな。兄さん、僕はどうすれば。マナミは特別メニューだし、クーヤはケロッとクリアするし、なんで私一人でジタバタしてなきゃいけないのよ。マナミのケツを追っかけてる暇があるんだったら、少しはこっちのフォローとかも。あ、って何言ってんのかな。疲れてんのよ、目覚めろ。あたし、ではそういうことで。ミア、敵よ。戦闘配置。みんな任せてば。
こんな時に。司令塔、連絡は？確認できました。財団との接触を切り上げ至急戻るとのことです。14番アイボールに反応、映像出ます。あれは機能停止。やっぱ例の宇宙ロボなわけ？いえ、反応パターンは違います。でも桁違いのエネルギー値です。ま、別に何だっていいけどさ。何にせよ未知の敵には違いないわ。気をつけて。はい。発光体基地到達まであと20秒。弾劾を合体に成功。聞いた。ギリギリセーフね。やはりお前か、クーヤ。兄さん！兄さんだ！兄さんが生きていたんだ！そうだよね、兄さん！どうしたんだ、兄さん！返事してよ、ねえ！ディストーションパンチ！広げたその腕、通りの
嘘だ。兄さんが僕に剣を向けるなんて嘘だ。蘇るマシン、死者の呼ぶ声、侵略者とマシンの激闘が地上を赤く染めていく。決別か決戦か、突きつけられる最後の選択。ちょっと何二人だけで盛り上がってんのよ。決別って何よ、何が最後なのよ。次回破弱星グレート断崖王第12話ウルの脅威、ご期待ください。僕はどうすればいいんだ。まず人の話を聞け。